リンゴの皮、剥く派？剥かない派？リンゴの皮？一応剥かない派なのか？剥かないね。うん、剥かないかもしれない。梨ぐらいだな。全部、ひっぺがすのは。そうそうそう。なんだろう、食べるときって、なんだろう、丸かじりとは言わないけど、食べるときは丸かじりとは言わないけど、そんなさ、ちゃんと切らないからさ、丸飲み、やばいじゃん。握りつぶしてジュースだけ飲む？違うね。例えばリンゴ買ってくるじゃん？バーンって切って、半分ラップに包んで冷蔵庫に入れるじゃん？で、もう片方をさ、適当に、なんだろう、時計で言う10時、11時、1時、2時ぐらいの感じで適当に切るじゃん？いや、わかんない。もうちょっと丁寧に切れよって感じだな。切って、あとは適当にシャクシャク食って終わりだからさ、なんか、何も気にしたことがないな。実家にいるときは、うちの親は割とリンゴの皮を剥いていたような気がします。っていうか、そもそも最初に、リンゴの皮を全部ぐる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 ってこう、取ってから、切ってました。それは俺が実家で手伝いしてるときもそうだったから、親の料理の手伝いするときに、じゃあリンゴ切ってって言われて、丘の下っつって、くる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 丸く取るの結構好きだったんでよくやってたんですけど、それでなんかね、皮は取ってたんだけど、なんでこんなことするんだろうなって内心思いながらやってはいた。単純にゲームとして面白いから、どんだけ長い皮が作れるのかなっつって遊んでたんだけど、なんでこんな無駄なことをするんだろうなって思ってる節はちょっとあった。わからん。うちの親父が皮嫌いだったのかな。まあはい、そんな感じで。スイカの皮もそのまま行こう。いけねえだろ。スイカの皮は無理だろ。高橋名人じゃないとちょっとスイカの皮は割れないよ。はい、そんな感じです。あと、ちょっと今言ってて思ったんだけど、最後にリンゴ買ったの多分10年前とかなんで、もう久しくリンゴ買ってない。引っ越してきた時に、ちょっと引っ越し祝いでリンゴ買った記憶があるんですけど、それ以来買ってない。はい、そんな感じです。お便りいただきありがとうございました。